中央アーカンソー大学は、米国アーカンソー州、コンウェイに本部を置く、アメリカ合衆国の州立大学である。1907年に設置された。学生数において、州内2位の規模であり、2008年秋の時点で12,959人。学生や、州の住民からは略称のユッカ、または、ベアーズ、シュガーベアーズなどの愛称で呼ばれる。モットーは、 ザ・センター・オブ・ラーニング。教育学、作業療法、理学療法の分野において高く評価されている。キャンパスのほぼ中央にある花壇1907年にアーカンソー州議会がアーカンソー州立普通科学校として設立。授業は翌年の1908年に開始され、当初は9つの学部を設けていた。初年度は学生数107名、教授陣7名であった。 1925年、アーカンソー州立普通科学校は、アーカンソー州立教育大学と改名。改名後の名が指す通り、アーカンソー州立教育大学は、州内において、教育者の育成の場としての高い地位を築いた。1967年1月、アーカンソー州立教育大学は名称を、アーカンソー州立大学と再度改名。 教育学部以外の学部も人文学部やヘルスケア部門を中心に発展し、それまでのアーカンソー州立教育大学という名称では学校方針が伝わりにくくなったためである。その後も学部数を着実に増やしていき、アーカンソー州立大学は1975年1月、州の高等教育管理局からの奨励により、カレッジからユニバーシティへの名称変更を行い、 正式名称をアーカンソー州立大学から中央アーカンソー大学とした。実に3度目の公明変更であった。トーレイソンライブラリー名称は第2代校長バリワルタートーレイソンに由来する中央アーカンソー大学は6つの学部で構成されており、学生はその6つの学部からは75の学科を選ぶことができる。6つの学部とは、である。また、 2009年度版の同レポートでは、大学院ランキングで南部で54位とされた。中央アーカンソー大学の学生数は2000年、初頭から急増傾向にあり、2002年に約8500人だった学生数は、わずか4年後の2006年には、約45%増しの約12330人に達した。その後、学生数の増加は落ち着きを見せ、 2008年秋、学期開始の時点で、学生数は12,959人である。また、州内、国内の学生数が増加するにつれて、留学生数も著しい増加を見せている。2008年秋の時点で、留学生数は576人である。これは、全体の学生数のちょうど4%に当たる。ちなみに、同州内最大の学生数を持つ。 アーカンソー大学の留学生数は1040人である。中央アーカンソー大学は全米大学体育協会のディビジョン I において14のスポーツに参加登録しており、学生選手数は総勢300を超える。男子チームはベアーズ、女子チームはシュガーベアーズと呼ばれている。参加登録している種目はバスケットボール、サッカー、ゴルフ、クロスカントリー、 陸上競技、アメフト、野球、ソフトボール、バレーボール、テニスである。中央アーカンソー大学出身のスポーツ選手のうち、最も有名になったのは NBA 選手のスコッティ・ピッペンであろう。当初はチームのマネージャーとして大学に入学したが、奨学金を受ける選手に欠員が出たためピッペンが奨学金を得ることとなった。入学時には187.9センチであった。 身長は2年次には200.6センチにまで伸び、その後3年間ピッペンはスタメンの座を守り続けた。1987年の NBA ドラフト全体5位で NBA のシアトルスーパーソニックスに入団するが、その後すぐにシカゴブルズにオルデンポリニスとの交換で入団する。シカゴブルズ入団後はチームメイトのマイケル・ジョーダンと共に6度の NBA チャンピオンに輝いている。 ピッペンはシカゴブルズの他にヒューストンロケッツ、ポートランドトレイルブレイザーズでもプレーし2004年に引退した。シカゴブルズではピッペンがつけていた背番号33番を永久欠番とし、同様に中央アーカンソー大学でも彼の背番号を永久欠番としている。メインホール大学のほぼ中央に位置し、校内で最も古い建物アメリカの 人気テレビ番組アメリカンアイドルシーズン8の優勝者、クリス・アレンは床でビジネスを専攻する大学生である。2009年5月20日のシーズンファイナルでアダム・ランバートを下して優勝した。インターネット匿名掲示板の2チャンネルの下、管理人であり、またニコニコ動画を運営する株式会社ニワ番後の取締役である西村博之が、 中央大学在学中の1998年末に中央アーカンソー大学へ留学をしている。10月26日の午後9時30分頃、校内の学生寮近くで銃による殺人事件が発生し、中央アーカンソー大学に通う男子学生2名が死亡、男性1名が足に銃弾による傷を負った。事件直後から容疑者4人のうち3人は逃亡していたが、 現地時間27日の夜までに容疑者の男性4人は全員警察によって逮捕された。容疑者はいずれも中央アーカンソー大学の学生ではなかった。事件は CNN などのテレビニュースを通して全米に報道された。ありがとうございます。